フリガムスポーツ第205回の今回はスステイクス2歳ののオープン特別競争の予想をしていいいきたいと思いますこのレースの、ね、予想のポイントなんですが持ち時計の価値がどれぐらいあるのかなっていうのはねやっぱタイム指数とかその辺のデータを見てやりたいなっていうのがあるんですがもう一個ポイントがあって。 まああの小倉とか新潟とかで勝ち上がってきた馬はね直線坂のないコースそれに対してやっぱ直線坂のあるコースに今回変わりますからねまあそういうコースでちゃんと適応してきた馬の方が評価しやすいんじゃないかなとまあそういったところをね踏まえて慎重に6頭立てなんでねあの簡単に予想していきたいと思いますま。だいたいた軸1頭紐3点 3連覆で3点もしくはまあ3連単6点とかね2、まあね、着付け買って12点とかそんな感じでオッズを見て決めていきたいなと最終的には思っております。というわけでねネット競馬の想定人気順で言いますと時空馬特注は想定2番人気のシャレード、まあ、指数的にはこの馬が一番人気でしたからね、まあ、あとはもう坂のあるコースで勝ち上がってますからそこも評価が高くできます。まあ、そう考えると まあ溶血とかねその辺にこだわるよりはもう実際見せたパフォーマンスでこっちを軸にしていいと思いますまあ3連複で買う分にはどっちにしたってきそうですけどねそして一番人気カーフライターク、まあ、エピファネイア3区が小倉の芝のね1200で3勝もしてるんですね、まあ、エピファネイア多分菊花賞も買ったシステイヤのねあミオシタチン配列でいうと TT 型、まあ、TT ってねやつですね TT 兄弟ってやつなんですがまあそう考えるとね当然この馬も距離延長してきてもそっちの方がいいというような決闘ではあるんですがまあ直線平坦で勝ってきてるっていうのは気がかりだなとまあ過去にね小倉芝1200でデビューしてクラシック勝った馬ってあのこの小倉の夏開催ってことでいえばねえと1頭しかいなくてねレーヌミノルまあそう考えるとこの馬ボバなんでまあノーザンさんでね期待は持てそうなんですが。 ひんばの方が良さそうですね。パルバルス。まあ一口持ってるから言うんだけども。まあそんな感じで一応紐で買っておきたいと思います。まあ、そして3番人気、ワンスカイ。まあタイム的にはね、上位人気2頭よりは下回ってきますが、安定も信頼できますし、これも紐には拾っておきましょう。そしてね、4番人気、テイエム山風。まあこの馬なんかはね、九州産ですからね、あのひまわり賞って出走履歴見ただけでね、 ああじゃあ九州かレベル的にはあるっていうのもあるしまあ特にね今年は一般審判未勝利と比べてどのレースも1秒ぐらいは遅い決着タイムでしたからねまあそれまでは何年かンバが多頭数でペースが上がることもあってまあ同じ週の小倉新馬一般戦より九州さんの方がタイム速かったようなんて年が続いたんですが今年はちょっとそういう意味では疑問ですね消しでいきたいと思います。 そして5番人気マイネルヘルヘトタイムの持ち時計芝千人のタイムっていう意味では九州産を下回るし競馬場が違うって言っても新潟競馬場の方が下り坂になってたりとかあのその辺ねあのタイムが出やすいかな変わんないかなまああんまり変わらないにしたって、うん、九州産を下回るタイムですからね。 まあそんな感じで言えば小倉がいくらタイムが出やすい競馬場って言われると言っても微妙ですね、まあ、そして6番人気プリンスリーターン函館2歳の三着馬ですからね前走ちょっと崩れたとはいえ、まあ、ここでもう一回出てこれるような体調で整うようだったらね経験値はこの馬が1枚上ということができるでしょう、まあ、ですのでね生まれ、あ、で言えば3点3連服で言っても3点 3連単だったらね。軸馬が1着のパターンか2着のパターンだけにしてま6点、もしくは12点そんな買い方をしたいと思っております。まあ簡単に当てていきましょう。以上、ハッチでした。